アムリタ目当てだったが、それは朗報だな。今日を潰し、家康とやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた黄金の国になる。何？家康様じゃと？
ひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。猫俣殿は太平の世のためにその身を挺身をした。世相も微力ながら力添えいたしましょう。